ミーシノです。さあ始まりました、エロチキチャンネル。え、崩し分け。あ、はい、何ですかこれ。ミーシノにちょっと依頼されまして。もうやめろそれ。そのスタンス、なんで俺がこれ仕分けせなあかんねん。いやいや、ひどいやろそれ。ちょっと性ということなんで、はい、性ということって言うなよ。だから、うん、俺がするんでしょ、俺がやらしてみたいになるから。フィクサーですから。いや、フィクサーでもなんでもないって来ててんコメント。はい、これを仕分けなダメなんですけども、はい、まあ、今クズ芸人と呼ばれる方結構いると。はい、増えましたよね。増えましたね、クズ芸人。昔そんなんてあったっけと思ってる。いや、確実に増えてると思います、うん、クズ芸人。昔クズ芸人って誰や。昔三又さんの一挙と。そうだ、三又さんはでもよう聞いてた気がする。あ、三又さんと小堀さん。リアルやな、なんか。でもまあ、そこぐらいちゃう。あ、まあまあ、ずっとそうか。だから昔は それこそほんまなかった。増えた増えた、もうジャンルとしてクズがある、うん、で、そこに増やしたのが多分やっぱクロちゃんなんかな。あ、まあまあ、一発目に出てくるのはそうなんちゃう、うんうん、とか、まあ、じゃあ種類に分けますか。金部門とか、うん、なんかそのいろいろ。そうそう、まさ、あ、やな、金はね、うん、確かに借金やね、金がどうこうっていうよりは借金かな。借金、人に迷惑かけてるっていう、うん、借金、まあイコールギャンブルでもありますけど、借金、ギャンブルあたり、うん、借金。女性関係、女性関係。ほんで、あとクズ、嘘つきとかもかな、やっぱ嘘つき、まあ人間性、嘘つき、暴言。暴言、ちょっと下になるにつれて嫌やね。あと何かある。あとクズで言うと、クズ、酒、酒、あ、酒な、酒とか、はいはい、もらえんちゃうか。で、まあまあこれ、まあ、でもこのジャンルが増えだしたんで、でもやっぱクロちゃんがやっぱジャンルは開拓したかな、うん、そうね、やっぱり水曜日のダウンタウンでそういうイメージにさらになったというか。クロちゃんさんはどれやろうな、こことここの気づける。うん、せやな、うん、あと借金やと、モグラ。モグラね。あと山添さんかな、うん、トークある人や。トークある人、うん、借金トーク。借金トークある人、うん、岡野さん。あ、岡野さん、借金が多いな、うん、ここがやっぱ多いかな、うん、マミーの酒井な。酒井は、酒井も借金や、うん、あれも借金か。酒井酒物もなら、酒井ね、うん、うん、あとは暴言って誰。俺かなって。あ、そうか。悲しいね、自分で当てはめちゃうっていう。でもまあ一個だけやからね、俺は。え、嘘つきあるやろ、ここ。嘘つきでしょ、うん、それは嘘つきやった。今のがもう嘘つきやもんな。今の感じが。酒、酒はね、誰や、ほんま浸透してるで言うとね、酒を。俺はまだよ、そのこんな、こんな規模ちっちゃい、そこら辺にいるんだっていう、やっぱ女性大使でやっぱ言ったわ。そんな言い方しない。言ってんのよそれ。そんな言い方しない。そんな言い方してんの。じゃあちょっとほんまに寒いからな、寒いからな、わざとこの服借りようと思って薄着してんねやったら、俺らのことを異性として見てんねやったら、それ言わへんねやったら、寒いから。いた、誰それ、誰そんなやつ。あなたです。嘘や、俺。頭ポンポンして女が喜ぶやつ。うわ、やば。それでも入らないと言えますか。西のっち、西のっちって書くな。ごめんな富永さん、そんなんやってたんやな。あとやっぱでも群抜いてるかなって俺はちょっと思ったのも、やっぱあいつかな。あいつ、ラランドの西田ね。西田くん、あれすごいな。すごいと思う。今借金やっけ、金も女性じゃない。なんかこう間ぐらい書いとく。いや、もう書いとこうよ、ポイント制な。ポイント制な、ラランド西田、うん、あー、酒もなげ、うん、遅刻もするらしいから。あー、なるほどね。意外とバレてへんけど、オズワルドの伊藤が酒すごい。あー、めっちゃ飲んでる、ね、うん、で、一
回なんか連絡しても全然電話出えへんみたいなのったら寝てた、うんうんうんまあ、それな、それもクズやねんけど、でもなんかその表立ってないというか、まあね、それを見せて M 空いてるから、まあ確かにね、うん、M 空いてる人のこと言ったな。そんなん他の人はええんかい。山添さんも M1 決勝行ってんで、うん、まあまあでもちょっとやっぱもぐらなんてチャンピオンで、ね、キングオブコント、まあまあまあ、クロちゃんさんのネタ、まあ、ネタ、まあ、あんまりマジになるな。僕こっちはそんなんですよ、がっちりやってるわけじゃないんだから、楽しく行こう、マジになってお笑いって終わりやねん。いやいや今のテンポちょっとね、マジになったらお笑い終わりやねんってさ、ちょっとあのめっちゃマジなシーンめっちゃ見てんねん。落とし穴入れられて、おいおい、あれお笑いじゃないの、あれお笑いじゃないの、あれドキュメンタリーやな、怖っ。穴に落とされた人の説得力がないんですよね。いやね、あの人どうなの、ドランクドラゴンの鈴木さん、あ、鈴木さんね、どのジャンルのあの人ってなくない、唯一無二、低たらくとか、え、低たらく低たらく、何もしたくないのに金もらってる、あー、そういうクズみたいなこと、うん、怠け者、怠け者ね、怠け者、新しいのが出てきましたね、怠け、怠け、よう炎上してありましたもんね、何にもしたくないってタイプやな、だからこう見たらさ、クズって男性しかおらへんのか、女性は岩倉は遅刻するって聞くやろ、あ、まあでもクズとかはないか、ないか、ヒコロヒー、ヒコロヒー借金か、うん、でもまあ完済してるからね、うん、そうやな、でもまあまあこの金借りるってどうですか正直。これなんて読むの、ん、これ七小口ひぃ、七小口ひぃ、これ、七小口ひぃやったヒコロヒーに書いてないから。あ、そうね、七小口ひぃって借金してたんや。ちょっとやめよ、ほんまに。まあまあ、こういう仕分けかね、計算しますか、誰が優勝か、まあ、見たらわかるか、あ、でも並んでるね、西田、西田、ナダル、ナダル、クロちゃん、クロちゃん、いや、でも西田が3つ、あ、西田3つ、え、ってことは西田西田君女性はナダルさん入るでしょ、女性、うん、この結婚前のことやけど、それで言ったらもう、いやいやいや、俺の日じゃないじゃないですか、なんでやねん、俺二十歳から奥さんと付き合ってねんで。なあ、何を言ってんの、ほんまに笑顔にしてくれ。僕はもうグッと踏み込めへんのよ、もう家だから、はい、はい、もういいです、そしたらもうオナラじゃなかったことにしますから。何があるの、勘違いされてるね、知ってて、ね、もうこっそり行かな、ダメやんか、お前がそんな奥さんとかに言い出したらよ。何があるの、ちょでもごっそり言っていいけど、うん、帝王でしたから、本当に、いや違う違う違う、本当にやめてやめて、やばいよ、勘違いするか、勘違いするような写真いっぱいあるし俺。何があるの、ほんまに今幸せな家庭を築いてるの、だからごっそり行くからもうええわ、広げる、どうしましょう、あ、いやだからもう西田君じゃない、これはそうなる、だから正直だからほんまギリギリとかでも西田君が、うん、ほんまにそうやな、西田君、うん、俺が感じどう、感じこの中で、俺はこんなかったら鈴木さんかな。怠け者の怠け一強の、怠け一強よ、一強で、まあ、めっきり言うと長いけどさ、うん、でもあ、ちょっと待って、あの人は誰、俺これややこしいか、いや、もう我が家の杉山君。あの人はどうなんの、あの人とか優勝杉山だよね。杉山さん。やっぱそのやっぱね。ちっちゃくないと思う。杉山さんです。あのやっぱりね、クズ芸人ってやっぱね、まあやっぱりなんやかんやメディアに出てる人結局やっぱり芸人の信頼関係あって。はい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 。何が言いたい。何が言いたい。まあ今さ聞いたこと。いやいやいや、絶対。まあでも俺らには優しかったけどな。うん、だその近い人なんかな。木下さんはクズとかじゃないんか、木下さんは何なのジャンルとしては、木下さんはペットボトラーとかじゃない。おいめちゃくちゃやYouTuber みたいな感じ、ペットボトラー。
あれペットボトラペットボトラ着ました。やめ、杉山さんもう嫌われ者とかじゃん。ちょちょちょ、もうやめよう。いや、なんかこれ大丈夫か。ちょ、これ知らんよ。お前仕分けせって言うたら俺一生懸命やっただけやんけ。はい、もうなんかいろいろごちゃってなりましたけど、はい、まあ、全員面白い人です、ね、そうだ、面白い、はい、面白いゆえの面白くて、なんかペットボトラー始めとペットボトラー、うん、新たなジャンルがね、生まれました、ね、はい、ちょっとね、渡部さんも復活するって言ってたし、ね、もうええねん、なんで最後それ言いたいの。